下関市立下関水族館は、山口県下関市、唐戸地区アルカポートにある水族館。2001年4月1日に開業した。愛称は、海教館。指定管理者制度により、公益財団法人下関海洋科学アカデミーが、管理、運営を行っている。かつて、下関市には、調布地区に1956年11月29日に、開館した。 下関市立水族館があったが、老朽化が進んできたことから当館を建設、移転することとなり、ウォーターフロント開発の一環として1991年12月には、下関市役所内に水族館整備研究会が設置され、1999年2月から当館の本工事が開始された。しかし旧下関市立水族館は、 当館建設中の1999年9月24日に上陸した台風18号で甚大な被害を受け、一部の動物などの海への流出など壊滅的被害が出たため、当館の開館を待たず2000年12月に閉館した。当館は2001年3月に竣工し、同年4月1日に旧水族館の役割を継承する形で開館した。その後、 2010年3月1日には下関市と深い関わりがあり、集客効果も高い動物との理由からペンギンを中心に展示した水族館としてリニューアルオープンした。展示生物数は2010年3月時点で約550種、約2万5千点に及ぶ。フグが名産品となっている土地のりを生かし、世界でも最多級となる100種類以上のフグメ魚類を展示している。 水族館の大屋根の形状は、大型水生動物をイメージして設計されている。館内の、フンボルトペンギン特別保護区また2階の、フンボルトペンギン特別保護区は、フンボルトペンギンの重要な生息地であるチリアルガロボ、等の環境を再現しており、チリ国立動物園などからなる、チリ国立サンティアゴメトロポリタン公園により、同種の生息域外重要繁殖地として、 指定を受けている。イメージキャラクターとして、小倉優子がおり、不定期で、小倉出演の CM が、山口県と近隣で放送される。しかし最近は、展示内容の充実もあり、展示内容そのものを全面に押し出した広告が、中心となっている。日本で展示されている、唯一の白長スクジラの全身骨格標本一階の、無料ゾーンには世界に数体しか存在せず、 日本国内では唯一となる白長スクジラの全身骨格標本が展示されている。同個体は1880年代にノルウェー北部フィンマルク沖で捕獲されたもので、長さは約26メートルに及び、生息時の体重は1 0ットンと推定されている。100年以上にわたりノルウェートロムソ大学博物館で保存されていたが、国際捕鯨委員会科学委員会が推進する。 白長スクジラ回復プロジェクトに関連した日本、ノルウェーの共同研究用資料として日本にもたらされ、同博物館より無償対応、展示されている。またクジラの博物館、道の駅はタウラ WAO にてそれぞれこの骨格標本のレプリカが展示されている。東側、カラト市場より他、ありがとうございます。